の者が松浦家の偵察です。彼なんよう彼の後をつけましょう。おい、見たか？今九条鎌治様が人を大勢引き連れてここを通ったよな。最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしら。それに眉を仕留めていたようにも見えた。部下にいろいろと命令もしていたようだし、そこまでする必要があるだろうか。婚姻の件で離島へ行ったみたいだな。しかもかなりの人を引き連れていた。全部で100人は超えてたんじゃないか。どうも気な臭いな。面倒なことが起きたりしないだろうか。九条鎌治様が単に心配性なだけであればいいが。広まったが、旦那様が心配していたことが的中したのかもしれない。新婦を迎えるだけであればあんなにも人はいらないはず。状況を確認しなければ。商人なのですが、気づいたらこのような厳重な警備が敷かれていたもので。いえ、ご心配なく。すでにご存知かと思いますが、九条鎌治様と柊千里様が近々婚姻を結ばれます。そこで九条様は柊様を予定より早く稲妻城へお迎えするつもりなんです。そんなことが。ここにいる皆は柊様のためにその道を守っています。我々だけでなく、この先にも天領奉行の者が大勢待ち構えており、その全員が同じ任務を背負った者たちです。その僕が言うのもあれですが、いくら…いえ、こうすることで九条様が柊様を重要視していると世間に見せつけているんですよ。そうだったのですね。すみません、お騒がせしました。ことだ、旦那様が懸念していた点が的中するとは。あの者たちは通りを護衛していると言っていた。もし旦那様が柊様を手放さなければ、この男たちはいずれ離島へ。いや、柊様が離島から離れれば彼らが押し寄せてくる可能性がより増すかもしれない。天領奉行を相手に今の旦那様では勝てる見込みなどないだろう。すぐに戻って報告しないと。あいつ逃げてったぞ。これで仕掛けは十分。膨れ上がる疑心暗鬼は恐怖を育てる養分となるでしょう。あとはそれが成長し熟すのを待つだけです。あいつら
おとなしく過ちを認めるかな。気になるのであれば、2日後また離島へ来て柊木家の状況を確認するといいでしょう。私は他にもいろいろと公務があるので、ひとまずここで身を引くとします。駒はすでに動きました。彼らが投稿するのも時間の問題でしょう。ええ、このような手を使うのは何も初めてではありませんからね。では皆さん、またお会いしましょう。柊木千里が幸せになることを心から願っています。言っちゃったぞ。本当にあいつの予想通りになるのかな。おう、オイラも同感だ。2日後また離島に来てみようぜ。天領奉行の人たち、もう何日も離島にいるよな。柊木千里様を迎えに来たのでしょう。ただそれほど時間のかかることではないと思いますが。聞いた話だと、柊木様がいなくなるのを勘定奉行の人たちが嫌がってるらしい。これだけの人を使わせたんだ、僕だって混乱するよ。何が目的なのかわからないしね。声が大きいですよ。聞こえたらどうするんですか。あ、ごめん、はあ、どうなることやら。おや、何かご用でしょうか。我々は柊木様を稲妻城へお迎えするため2日前よりここに来ています。九条鎌治様のご命令は確固たるもの、必ずや実現させるつもりです。しかし我々が訪問するたび、柊木家はいつも何かしら口実を見つけてこの件を引き延ばしにしてきます。命令を完遂できるまで、つまり柊木様にご同行いただけるまで離島に滞在する予定です。申し訳ございません。それについては我々も望んではいません。一般の方々の生活には一切影響を与えないとお約束します。ただ柊木家の周りの方々がもう少し協力的であってくれたらいいのですが、もしこのまま膠着状態が続けば鎌治様がより強引な命令を出される可能性もあるでしょう。旦那様はいつまで耐える気なのだろうか。さあな、攻めるのか引くのかもうさっぱりだ。最近の旦那様は特に様子がおかしい。些細なことで腹を立てるし、疑心暗鬼な状態がずっと続いている。不安なのはわかるが、一体どうしたらいいんだか。シャブヨウ様には逆らわないようにとあれほど忠告したのに。確かにあのお方は確信の持てないことには決して手を出さないらしいしな。このまま柊木様が連れて行かれたら、天領奉行とシャブ行はどう動くか。そうならないためにも柊木様と相談されるよう旦那様に進言しよう。離島で話されてる内容はどれも千里に関することだったな。もう勘定奉行の誰もが千里を重要な存在だって理
理解したはずだ。でも旅人さん、外での出来事はもうすでに耳に入っていますよね。一体何が起こっているのでしょう。そう焦らないでくれ。オイラたちが説明してやる。実は天領奉行の人が来てから彼らは急に怯え始めたかと思うと、何か密談をするようになりました。その上、天領奉行の者と接触しないよう私は言われています。まさかそのようなことになっていたとは。すべて神里様の計画だったのですね。そうとは申し訳ございません。実はまだついていないんです。答えなんて最初からなかったのかもしれない。選択肢がなければこれほど悩むことはなかったと。瞑想するあまりこう思ったこともあります。ただ突然貼られた布告を見て、婚姻はもう確定事項なのだと知ると安心するどころか、逆に心に大きな穴ができたのを感じました。神里様のおっしゃる通り、この先私を待ち受けているのは本当に幸せと言えるものなのでしょうか。でも今は受け入れられます。誰かが私の婚姻を利用しようとしているのです。断固それを阻止しなければ。ただこれも私が求めていた答えではありません。そしてこの件がどういった結果をもたらすのかも疑問が残ります。あ、ヒイラギ様、こちらにいらっしゃったのですが、いなくなったのかと思い肝を冷やしました。あなたたちは、あの時シャブギョウ様の隣にいた。何しに来たのですか。まさかヒイラギ様を連れ去るおつもりか。落ち着いてください。この方たちは友人で、私を訪ねに来ただけです。友人、ただの友人であると。ヒイラギ様、以前もお伝えしましたが、今はとても特殊な時期、いかなることにも警戒していただかなければなりません。私たち、いや勘定奉行全体にとって、あなたはとても重要な人物なのですから、この者たちの目的が真っ当なものであると証明できるのですか。そんな回りくどい言い方すんなよ。どうせオイラたちが千里を連れていくとか思ってるんだろ。私の友人に失礼な発言はやめてください。あなたは警戒をするあまり、目に映るもの全てを疑うようになっています。私は、一連の出来事はすでに把握しています。この方の訪れこそあなたたちにとって唯一の希望になるかもしれません。離島での騒動はあなたたちに問題を収集する能力がないことを証明しています。これは命令ではなく、私はただ釈明を求めています。そしてあなたたちはその釈明に対する責任だけを負えばいいのです。承知いたしました、ヒイラギ様。佐藤、立派だったぞ。すごく緊張しました。ええ、では納得のいく答えが出るのを待ちましょう。厳粛な話し合いのもと、こたびの一件は私どもの過ちであり、反省しなければならないとなりました。正直なところ、今は誰も余裕がなく、みんな恐怖に怯えています。このままでは、申し開きの余地もありません。指針にとらわれたばかりに対局を見ず突き進み、ここまで事態を悪化させてしまいました。どうかもう一度機会をいただけないでしょうか。お嬢様のためにも、そして勘定奉行のためにも。ごもっともですね。天領奉行を説得できるのは社奉行の神里様しかいません。後日神里屋敷へ向かい、持てる限りの誠意を尽くして助力を請うつもりです。ヒイラギ様、ご同行いただけないでしょうか。
あなたは今や最も重要な人物。我々もこうする他に方法が思い当たりません。そのシャプ行様とはご親友なんですよね。この後もしお会いすることがありましたらよろしくお伝えください。シャブ行様、すでにご存知のこととは思いますが、現在離島に天領奉行の者たちが集結しており、ヒイラギ様を迎えようと躍起になっております。先日はとんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは実にはばかられるのですが、何卒寛大な処置をお考えいただけませんでしょうか。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まっています。簡単に時間を割くことはできません。何か用があるのでしたら率直に言っていただけると助かります。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし現状はこのように謝罪をする以外方法がありません。勘定奉行の者たちも皆事の深刻さを理解しております。ヒイラギ様は私たちにとってなくてはならない存在。これからもずっと力になっていくことを約束いたします。ですからシャブ行様に間に入っていただき、九条様ともう一度話し合っていただけないでしょうか。口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば人々に嘘をついたことになる。きっと稲妻の民は三奉行を嘲笑うでしょう。三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民に知らせるつもりです。なるべく影響を最小限にとどめるよう努力します。松浦様、このような結果になると知っていれば、初めからこんな愚かな行為はなされなかったでしょう。しかしおっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、三奉行は稲妻の行く末を何より優先する必要があります。このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それこれは非常に重大な問題です。速やかに解決を図らなければ、流言飛語が飛び交い、三奉行の評判はどん底まで落ちてしまう。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく下の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもあれば、気が散るほどおしゃべりすることもあります。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、舌を切ってしまえばいいんです。そうすは、はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが、それで気が変わる保証などありません。それも承知の上です。シャブ行様のお力を借りられるだけで十分です。わかりました。ではそろそろお引き取りください。勘定奉行にはまだ後片付けが残っているはず。そうでしょ。はい、ではこれで失礼いたします。シャブ行様には何とお礼を申したらいいか。それからヒイラギ様、
あなたにお話ししておきたいことがあります。え、あ、はい。先ほどの神里様はまるで別人のようで、息が。彼のような傲慢な家臣には厳重な戒めが必要となります。私はシャブ業として将軍様の信頼を背負っているのですから、当然のことをしたまでです。しかし私の身分など関係なしに、個人的な立場からあなたにあるお話をさせてください。はい、神里様、拝聴いたします。ご存知の通り、神里家には極めて困難な時期がありました。かつて私ども一族は過ちを犯しています。父上を心から愛していた母上も追うように亡くなっています。突然の出来事にシャブ業に走った激震は計り知れません。内部の者たちはそれはもう騒然としていました。神里家の力は失墜、周りの者たちは残された私と妹を邪魔な存在だと思ったでしょう。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが、確かにこれが当時のシャブ業の実情でした。なんだか今の勘定奉行と少し似てるな。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、希望や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探しました。私に他の選択肢などなかったのです。両親の意志を継ぎ、幼い妹を守らなければなりませんでし、自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは他人に踏みにじられるわけにはいかなかった。幸い私の努力は報われ、没落寸前であった神里家を立て直すことができました。なんだか理解できたような気がします。私の戸惑いや不安が一体どこから来ているのかを、新之丞は私の輝きを誰よりも知っていると言ってくれました。だからこそこれから人の下につくことになる私を見て、いたたまれない気持ちになったんだと思います。私の胸の内にある不安は婚姻への迷いだと思っていました。でも実際は違います。鎌治様が婚姻と素直に向き合えたのはその覚悟があったからです。ええ、今の私はあの時の彼と同じ立場にあるのでしょう。彼は勇ましく将軍様に向かって武器を構えました。私も今その時の彼のように自分自身を超える時なのだと思います。はい、あなたが真に成長すればお父上も安心するでしょう。しかし残酷な言い方かもしれませんが、これらはあなたが幸せになるための前提条件に過ぎません。はい、それでも成し遂げてみせます。この機に柊木家がかねてより担ってきた責務を引き継ぐつもりです。そして全てが落ち着いた頃、また婚姻のことを考えようと思います。そうすれば鎌治さんにかかる重荷を軽減できます。お二人が幸せな道を歩めるよう心からお祈りしています。改めて婚姻が決まった際には。神里様、本当にありがとうございます。では私もそろそろ失礼いたします。まだまだやるべきことが残っていますので。ええ、どうかお元気で。今のあなたならどのようなことをなさっても彼ら。はい、それはすでに身をもって感じております。こたびの一件心より感謝いたします。おいら、なんだか千里が輝いて見えるぞ。お前もすごかったな。誰もがお手上げだと思ったのに、それをこんな見事に解決するなんて。飛脚において相手の攻勢を利用し戦局に変化をもたらすことは、まあまあ今回の相手は決して難敵ではありません。策を練ってはいましたが先見性に欠けており、その手段も未熟でした。
もしオイラだったらこんな方法一生思いつかなかっただろうな。でも千里がヒイラギ家を再興しようとしているのを見てなんだか安心したぞ。ええ、そうですね。稲妻が安定するのは我々にとってもいいことです。こう見えてもシャブ業の当主ですよ。おそらく松浦様にとって権力は一生追い求めるものだったのでしょう。しかし私にとって稲妻の安泰こそが、もっと稲妻が安泰であるからこそシャブ業も平穏無事でいられます。しかし人は貪欲な生き物。このような計り事は初めてではありません。私はただ賛成力を牽制し合うようにしただけ。安泰とは完全なる静止を指すだけでは。もう一つの利点は柊木様の重要性が知れ渡った点です。関わりのなかった一族と信仰を結ぶよりも今まで通り柊木家と付き合う方がよほど楽ですしね。ただの結婚でそこまで考えるなんて。まさか最初から結婚を阻止しようと思ってたんじゃないよな。確かに私の判断は不謹慎なものだったかもしれませんが、柊木千里への言葉に偽りはありませんよ。己の立場に関わることをひとたび諦めれば今後一生妥協し続けなければならなくなります。苦境に立たされているとも知らずただ奈落に落ちていく。これからの成長を見守るとしましょう。そうだな、こればかりは待つしかないな。ええ、お二人ともどうもありがとうございました。いつか妹の手が空いている時にでもあなたたちを招待させてください。どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題はなぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらいでしょうか。おや、口に合わなかったかい。珍しい味のものが好きだったと思ったんだけど。わか、あなたというお方は。旅人も一杯飲んだんだよ。彼はどうでしたか。若から見ても良い印象だったのでは。ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。もし彼とその連れが私に手を貸してくれていなかったら、そう簡単に確信をつくことはできなかったかもしれない。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。ああそうだ、暇があるうちにこの間途中になってしまった戯曲の続きをやろう。